米男子プロゴルフ PGA ツアーのプレーオフシリーズ第1戦、フェデックス・セントジュード選手権は18日、日本時間19日、米テネシー州 TPC サウスウィンド7243ヤードパー70で最終日を行い、松山秀樹、レクサスが通算17アンダーで優勝した。急増コンビを組み 米ツアー通算10勝目を支えた田淵大賀キャディが優勝後に取った行動に愛しい可愛いと賛辞が送られている動画表情に安堵が見て取れる脱帽して深く一礼した田淵キャディの実際の映像ほっとした笑顔を見せた松山が優勝を決めた後最終18番のピンを返した田淵キャディ記念のピンフラッグを誇らしげに示した直後 思い出したかのようにこれをやらなきゃと英語でつぶやくと帽子を取ってカメラに向かって礼儀正しく一礼した TGA ツアー公式 X が映像を公開オーガスタでの正体へのオマージュだと記した投稿は15万回再生を超えて伸び続けている2021年4月に松山がアジア人初のマスターズ制覇を達成した際に異業を隣で支えたのが早藤翔太キャリー 18番のピンを刺した後にキャップを脱ぎ、コースに向かって一礼したシーンは海外でも絶賛された。パリ五輪後、経由地のロンドンでパスポートを盗まれた早藤キャディは今大会は同行できず、急遽大役に抜擢された田淵キャディが感動の瞬間を再現して見せた。海外ファンから、彼の表情に安堵が見て取れる、愛しい、といった声が寄せられたほか、日本のファンからも、かわいい。 ある意味、松山選手本人よりプレッシャーあったんじゃないでしょうか。拍手を送りたいと賛辞が送られた。また不在でも